製造・販売された電気自動車が海外の SNS サイトで話題になっていました。現在、各自動車メーカーが開発に力を入れているものの、日本で実際に市販されている純電気自動車は限られています。しかし、1947年に創業した多摩電気自動車プリンス自動車工業は、終戦直後にもかかわらず、市販型電気自動車を開発し、3年間で1000台以上の電気自動車を生産しました。日産の公式ホームページでは、1947年生産開始で、年式1947年、型式 E4S47i、 最高時速35キロ、一充電走行距離96キロとなっています。海外 SNS サイトでは、1949年製造、一充電の航続距離200キロと紹介。多摩電気自動車が創業した1947年頃の日本は深刻なガソリン不足で、しかも電力に関しては供給過剰状態であったため利点があったのですが、1950年に朝鮮戦争が勃発し、バッテリーのコストが高騰したため、ガソリン自動車の生産に転換を余儀なくされることになります。その後、多摩電気自動車は多くの先進技術を導入していったものの、他メーカーとの競争に敗れ、長く経営難が続き、最終的には1966年に日産に吸収合併される形となりましたが、終戦直後の厳しい時代を乗り越えようと苦心して生まれた技術が今のリーフへとつながっているのかもしれません。今回映像でご紹介しているのは、当時の図面を元に復刻再現したものになります。関連投稿には海外から驚きの声が殺到していました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。海外で話題の記事・動画は下の説明文内のリンクからご覧ください。